モーターレーシングの格言で、うん、綺麗な車ほど速いっていう、はい、っていう言葉があるんですけど、この車はまさにその車だと思います。まさにそれを体現してます ね、 ね、うん、それぐらいのこだわりでやってますよね。はい、やってます、はい。はい、それでは86号車トムススピリットさんのピットに来ました、はい、86ですね、はい、はい、トヨタの86、はい、ね、ゼッケンも86、はい、こだわってますね、かっこいいですね、はい、うん、まあ、ST4 クラス、はい、4クラスの中でもね、トップランカーですよ、はい、ね、この車は何といってもすんごい綺麗なんです、はい、いつもめちゃくちゃ綺麗なんです。え、綺麗っていうのは今もメカがもう磨いてますよ、うん、あの磨きがね、そんなもうフェンダーの裏まで磨かなくていいんじゃないすごい、周りらしいですよ、いつ見てもピカピカなんですか。見てください、このエンジンルーム、うん、エンジンルーム、もうこれ走った後ですよ、走った後でこのピカピカですからね、あれ、はい、積み替えたんじゃないのこれ新品に本当ですね、もうそのぐらい綺麗なんです、いつも、すごい、はい、展示車ぐらい綺麗ですよね、はい、隅々まで埃一つない、うん、もうあの車検場でトンネルくぐった時の下もものすごい綺麗なんです。そうですか、はい、見えないところまで全部綺麗です。モーターレーシングの格言で、うん、綺麗な車ほど速いっていう、はい、っていう言葉があるんですけど、この車はまさにその車、うん、まさにそれを体現してますね、ね、うん、それぐらいのこだわりでやってますよね。はい、やってます、はい、すごい、今ちょっといい感じで売れましたよいい男だよ ね、かっこいい、ね、はい、ここに見た人たちはみんな寡黙な方が多いので、もう、はい、素晴らしいと思います。本当言われてみれば美しいですね。この車 ST4 クラスっていうのは正木さん、ベースはやっぱり市販車ですか。そうですね、はい、うん、他のクラス5クラス、先ほど紹介した5クラスと変わらず、ね、ベースはあくまで市販車の86に、うん、はい、同じようにボディ強度を高めるためのロールケージが入って、はい、はい、同じようにボディが溶接増しされたりして、まず強度を上げてますね。そうですね、はい、次に先ほど言ったように、このクラスはある程度速度が上がってきてしまうので、はい、ブレーキが見てください、純正と違って大きなものが前頭ともついてますね。だ、前もそうですよね、はい、やっぱりこれぐらいになってくるとスピードが上がってくるから、そうです ね、 ね、はい、止める力がもうちょっと強くないと、はい、ですから、まあ、ノーマルよりも少し強力なものが許されているという感じですか ね、はい、ね、そうですね。この車は、燃料タンクが、まあ、エンジンが前にあるから燃料タンクが後ろ、はい、そうです ね、 ね、これが燃料タンクですか、はい、これ燃料タンク、安全燃料タンクってものですね。安全燃料タンク、はい、レーシングカーは万が一事故した時のことを考えて、うん、一般車の燃料タンクは最近は樹脂でできてるんですけど、うんうんうん、それだとぶつかると割れてしまいますので、はい、ぶつかっても割れても何があってもガソリンは絶対漏れないっていうための燃料タンクに変わってますね、はい、かなりしっかりしてますよね。そうですね、はい、この箱の中にゴム製、まあ、簡単に言うとゴム製のバッグになっていて、はい、で変形してもゴムだからブニュッと変形して、はい、破れづらいというね、はい、なのでメカニックたちはこのことをガスバッグと言います。ガスバッ ガスバッグ、はい、エアバッグが出る前からガスバッグって言ってましたね。そうですね、はい、ね、昔からそうですよね、はい、ちなみに、はい、あ、いいですか、どうぞどうぞ。先ほどポルシェの時も、大きさを変えてるっておっしゃってましたけど、はい、この大きさっていうのは自分たちでその重量と走る距離を考えて選ぶんですか。実は、うん、排気量ごとに各クラスごとに、うん、この車は何リッターっていう規定があって、うんうん、その燃料の量を調節するように大きさを決めてます。あ、なるほど、はい、じゃあある程度制限があって そうですね、それに合わせてということですね、はいはい、いろんな車がイコールになるように ね、はい、ね、そういう意地悪なことやってるんですね、松下さんねそうですね、はい、その検査をやったりするわけですが、はい、これはインアウトで2つになってますね、この車は ね、 ね、はい、うん、これが一般的な燃料給装置の形状ですね、うんうん、これがこう、はい、開くわけですね、こうやって、ね、はい、ゴミが入るといけないからちょっとあんまりやっちゃいけないけど、こっちからインでこっちから出て、そうですね、はい、この下にあるちっちゃいこれは何、これは、あ、ここにはコレクターっていうタンクがありますね。一回燃料を、はい、燃料タンクから吸い出してこのちっちゃいところに溜めて、うん、溜めてからエンジンに送ってますね。あ、ダイレクトで送らないのはなぜ、ダイレクトで送ると、はい、燃料タンクがカーブで曲がっているときに燃料が横に偏ってしまうのをなるべくちっちゃいところにぎゅうぎゅうに押し込んで、縦に細長ければ、そうですね、はい、油面の傾きが少ないよね。そうですね、そのために必ずレーシングカーにはほぼ必ずコレクタータンクがついていると思います。賢いね、すごい、なるほど、はい、燃料タンクでもすごいこだわりがあります、はい、後ろから相当な力でグッとこう押すからね、この
補強も、ね、あの給油マンが渾身の力を込めて給油装置を刺すんで、うん、その力に耐えるようにここかなり強い補強をされてますね。だからサポートしてるんですね、はいね、はい、エキゾーストなんかこれなんか蜂の巣のようになってるよ、うん、はい、実はスーパー耐久の車には触媒がついてます。触媒、はい、レーシングカーといえども排気ガスはきれいな方がいいので、うん、あの必ずレーシングあのスーパー耐久の車には触媒がついてます。そうなんだ、まあ、あの市販車もそうですけれども、うん、レーシングカーも環境には配慮しながらレースやってますよと、はい、いうことですね。もちろんまあ燃費も良くなければレースに勝てないから、うん、まあ、燃費も考えてやってますからね。そうですよね、うん、まあ、何でも使い放題というわけにいかなくてこういう環境にも随分配慮しながらね、うん、はい、そうですね、ね、はい、まあ、最近4クラスは86が主流になっておりますけど、まあ、あの86がやっぱりこう素材としてはやりやすいんですかね。そうですね、うん、はい、うん、今市販で売られている車でベースになる車が少ないというのもあるかもしれないですね、うん、あ、スポーツカー減ってますし ね、 そ、 うですね、そもそもね、はい、綺麗だな中も、はい、中もものすごい綺麗です、ね、はい、ピカピカ新車じゃないですもんね、はい、これね、後ろの壁なんて顔が映るぐらい綺麗ですから、ね、あんなとこまでワックスかける普通、はい、あの後ろの座席のあったあたり、はい、テッカテカだよね、まあ、速い車を作し、はい、ね、ということで、まあ、今4クラスは少しこの86があの主流になってきてるわけですけども、うん、他にまあ S2000 があったりインテグラがあったりするんですが、非常に毎回混戦になってますね。そうですね、はい、あの性能調節がすごくうまくいってて、必ず毎レース拮抗するような感じになってます。そうですよね、まあ、ともすればレース自動車レースっていうのは我がチームがよりいいものを使ってそれで他より速い、うちのエンジンの方が速いぞ、うちのタイヤの方がいいぞみたいな、うん、過去にはあったわけですけど、うん、最近はもうイコールコンディションでかなりあのレギュレーションで抑えられてるから、はい、ほとんどそのなんかあのインチキみたいなことできないんですよね。そうですね、あのいろいろ車検員の方たちが目を光らせてるのもありますし、うんうん、エンジンは改造ができないので、うん、あのほぼほぼ皆さんこの足回りのセットアップで速さを決めてるんですね。はい、そうですね。なので皆さんこのダンパーとかスプリングとかこの辺のものが皆さんオリジナルのものがついてて、ここが速さの肝になってますね。そうですね、だから、まあ、あのインチキって言いましたけれども、まあ、インチキじゃなくてもね、そのよりいいものをあのものをつけて他と違うものをつけてってことができないから、こういうもう同じものの中で重箱の墨をつつくようなコンマ1ミリの世界、はいはい、そこで、コンマ1ミリで100分の1秒稼ごうみたいな、はい、そんなことがこう行われているわけですね。その中であの優劣が決まっていってるということですから、うん、はい、まあドライバーもちょっとこのクラスは気が抜けませんよね。そうですね、うん、ここのドライバーは3人とももうすごいドライバーが乗ってる、ね、今ね、はい、いらっしゃいますけれども、はい、本当に、ね、みんな早いしみんなミスしないから本当ですね、はい、そういったもう重箱の墨をつつくようなもう緻密なセッティングの中で緻密なドライビングで、争いやってる4クラスのね、86、しかも今ランキングトップね、はい、チャンピオン候補最右翼、最右翼だけにやっぱ車が美しかった、はい、綺麗です ね、ね、はい、素晴らしかったです、ありがとうございました。86号車でした。